マラビズムではオンライン各校舎で春季特別講習を開催しています。3月15日までの申し込みで4万9000円が2万5000円に。詳細は動画概要欄の URL をクリック。こんにちは、マナビズの矢沢です。本日はですね、偏差値が爆伸びする参考書選びというテーマでお話ししていきたいと思います。はい、この動画をね、このチャンネル、マナビズのチャンネルをですね、見てくれてるみんなはですね、どの参考書がいいのかなとか、この参考書使ったら成績が伸びるのかなとか、この参考書の効率的な使い方はどんなんなんだろうみたいなね、そんな情報をですね、欲してる人が多いんじゃないかなっていうふうに思います。まあ少なからずですね、とりあえず学校の授業を一生懸命受けるなら自分は志望校に受かるんだとか、とりあえず塾に通えば自分は報われるんだなんて思ってる子はほとんどいないというふうに信じたい、ね、信じたい。なんで参考書選びってめちゃくちゃ大事じゃないですか。だから成績が爆伸びする参考書選びの仕方をこの動画で伝えていこうっていう話なんですが、まず大前提、僕の話ちょっと聞いてほしいんですけど、僕自身参考書が全てで参考書が最強だなんて思ってません。っていうのもですね、参考書を生み出したね、著者からすると、もちろんこの参考書やったらこんだけ成績伸びるよ言うだろうし、思ってるだろうし、そういうものだと思います。映像授業を撮影してる先生もですね、自分の映像授業を見てくれたらこんだけ成績が伸びて、こういう風な大学に僕は合格させた実績があるよっていうのはもちろんです。学校の先生でも、いや自分の授業をしっかり予復習してくれたら成績が伸びるよって言うと思います。そのプライドはですね、学校の先生であっても予備校の先生であっても参考書の著者であっても、そのプライドは制作者側としてめちゃくちゃ大事なプライドだと思うんですね。それは素晴らしいことだと思う。ただそれはですね、受け手側のみんなが決めることであって、受け手側の状況によってどれが最強かなんて変わってくるでしょっていうのが僕の考えです。なんで参考書一辺倒で、参考書が一番素晴らしいんだ、参考書学習が一番素晴らしいんだっていうつもりはないし、映像授業が一番素晴らしいんだっていうつもりもないし、授業が一番素晴らしいんだ、どれもですねない、どれも一番いいはない。映像授業の良さは映像授業であるし、だからメリットデメリットがあるし、参考書もメリットデメリットがあるし、対面でもメリットデメリットがあるし、もうどれもいろんな選択肢のただの一つでしかないんです、参考書はね。の中でですね、じゃあ仮にね、君が参考書学習が最強だと思っていて、それで勉強していくんだとしたら、まず大前提、冷静になって考えてほしいんだけど、各ねマナビズムでもそうだし、マナビズムの参考書ルートは LINE に登録すれば見れますから、マナビズム公式 LINE に登録してほしいんですけど、まあ他の塾予備校もブログであったりサイトで書いてたり YouTube で発信したりしてますよね。でその参考書ルートっていうのがあって、それで受かるんだったら参考書ルート通りにとりあえず勉強してるだけでもうその子たちみんな報われてるやん。でもそれができないわけですよね。まあ大学受験って基本的に5倍の世界なんで、5人に1人しか受からないわけですよね。で5人に1人しか受からない世界の中でじゃあ全員が参考書学習しても結局2割ぐらいしか受からないわけですよ、5人に1人だったら。でそれは映像授業の塾予備校でもそうですし、何普通の個別でも学校でも、まあ、一緒なわけですよね。の中でじゃあ参考書ルート通りに勉強して全員報われないのはなんでなんだっていうのをまず知っといてください。その通りになっちゃダメだよ、その落ちる方に行っちゃダメだよ。だから今日は参考書ルート通りに勉強して報われない理由を3つ言った後に、君が偏差値を上げるためにこういう角度でちゃんと参考書選びをしてねっていう話を後半します。 OK。 だからまず前提の参考書ルート通りに勉強しても全員が受からない理由、これをまず一つ目から見ていきましょう。はい、まず一つ目です。これがですね、完成度がまちまちですね。まあ、こんなの想像したらすぐ分かると思いますけど、 A という参考書をやりました、その次 B という参考書をやります、 C という参考書をやりますっていう同じルートをたどった子でも、もちろん完成度によって成績の伸びっていうのは全然変わってくるわけです。だからそれがちゃんと受かる基準に達している完成度であれば、もちろん参考書ルートで勉強すればいいんですけど、多くの子がですね、とりあえずその参考書やってたら報われるっていう風に思ってしまって、でとりあえずその参考書やったら報われると思ってしまうがゆえに、完成度が全然僕たちが思う完成度になってないってことむちゃくちゃあります。なんでむちゃくちゃあるって言えるかって言ったら、マジでマナビズムって夏とか夏以降の駆け込み全然あるんですよね。このルート通りに勉強してたらいけると思ってたんで、これまでルート通りに勉強してたんですけどって見せてくれたものが、いやそれはとりあえずおすすめされた参考書買っただけであって、僕たちが言ってるルートっていうのは参考書をただ進めてるだけであって、その完成度に関してはみんなに委ねる形になるから、それが全然達してないやん、何してたんっていう話はよくある話ですね。なんでこの完成度がまちまちなんで、まあ多くの子は、まあ言うたらここはもう確率論の話で、上位2割はできてますよ、でも下の8割はできてませんから、いい参考書を買っても。なんで子がまちまちになっているというところで、報われる子と報われない子が分かれてるわけですね。まずはい、2つ目です。2つ目がですね、実際に起こる問題に対しての対処療法がなされてないんですよね。
言ったら参考書ルートってさ、難関大学レベルだったらこれでやりましょう、最難関大レベルだったらこれでやりましょう、標準大レベルだったらこれでやりましょうみたいなルートが決まってる中で、もちろんそれは一つのストーリーであって、その参考書を使ってこういう結果が得られる、この参考書使ったらこういう結果が得られる、でも完成度がまちまちだからこの参考書使ってもこういう結果は得られない子っていうのはザラにいるわけですよね。マナビズムのカリキュラムだったら、参考書ルート通りに勉強してこの参考書で思い通りの成績が伸びたらその次に行っていいけど、これがうまくいかなかった時にどうするかっていう分岐がもう何百何千通り何万通りってあります。3月はこの日程で浪人生合同説明会を行います。参加のお申し込みは動画概要欄の URL をクリック。このね、もちろん使う参考書でこういうパターンがある、こういうパターンがある、こういうパターンがあるっていうのはほとんど決まってるんだけどそれを複合させていったら、もうそんな参考書ルート通りに勉強していった塾生なんてこれまでいませんから。この問題は起こったよね、じゃあこの参考書がいるよねみたいなことで、ルートだけじゃなくてそれに付随する問題が起こってくるわけですよね、実際にやっていったら。そこでじゃあその時にはこういう対処をしましょう、まあ、当たり前ですよね。がんの治療で抗がん剤飲みましょうってなった時に、それで全員報われるんだったら困らないです。医者もいらないし、とりあえず薬飲んどけばいいっていうだけの話だ。でそれが言ったら参考書買って満足してる、参考書ルート通りにやったら報われると思ってる子の特徴ね。じゃなくて、じゃあまずあなたの問題はがんでしたね、ってがんでまずじゃあ抗がん剤飲みましょう、抗がん剤飲んでこれでうまくいけばいいんですけど、うまくいかなかった場合があるわけですよね。これめちゃくちゃこっちの方が多いわけですよ。うまくいかなかった場合、次この手を使いましょう、次これでうまくいかなかったらこの手を使いましょうっていう風にいろんな手札があって、その中で優先順位高いものからって言って最終的に治療していくっていうことですよね。それがですね、参考書ルートには一切書かれてないんです。これが言ったら塾のノウハウなんですけど、それは参考書ルートには載りません。なんで実際起こる問題に対しての対処療法がなされていないっていうのはちゃんと自覚した上でこの参考書ルートで勉強してほしいなというふうに思います。はい、3つ目です。3つ目が目的を理解しないままこなすですね。これめちゃくちゃ多いね。参考書ルートでこれがこれ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 おすすめだから、とりあえず一斉にバーって買いました、で前からダーってやっていきます。でもそれってなんで今やってるのっていうのって、基本的に一人一人の問題によるじゃないですか。言ったらね、薬の話しますけど、バファリンは頭痛であったり痛み止めに使う薬ですよね。でセイロガンはお腹痛に使う薬ですよね。でも言ったらどっちもいい薬なんですよ。どっちもいい薬だけど、今自分はお腹痛いんです、それでお腹痛いっていうのも、女性の痛みもあればお腹を壊した痛みもあればいろんなのがあるじゃないですか。その中でバファリンを飲むのかセイロガンを飲むのかっていうのは変わってくるわけですよね、全然症状によって。なのにとりあえずいい薬って言われてるから、とりあえずその薬買いまくってるみたいで、とりあえず順番に飲んでいったら自分は成績が上がると思って、それって目的が分かってない。その目的が分からないまま、ただいい参考書を買ってやってたとしても全く成績って伸びないんですよね。で成績伸びないどころか、さっき言った対処療法で自分が何で問題起こってるかすら分かってない。この3つがですね、全て自分で対処できてうまくいくんだったら、とりあえずネットで載ってる参考書と片っ端からやっていくだけで報われますみたいな。ただそれは合格率2割の世界、確率論として上位2割の子しか受からない志望校を目指してる中だから、その成功体験を聞いてはこれでいけるんだって思うかもしれないけど、実際は現場で起こってる問題はめちゃくちゃたくさんあるので、ここに関して本当に慎重になって自分は勉強してほしいなというふうに思うんです。だから参考書が最強だなんて僕は口から言えないねっていう感じなんだよね。はい、その中でね、はい、じゃあその前提を分かった上でよ、分かった上で参考書はどういう風に選んでいったらいいのか、最適な参考書は、不適な参考書はっていう風に、もうここはね簡単に言いますけど、ここをね埋めていきたいと思います。はい、まずですね、正答率に関してです。正答率がおおよそ5割から7割ぐらいのものが適した参考書であり、正答率5割未満7割以上のもの、全然できてないやんとか、もうできすぎやんっていうものは適度な負荷がかからない場合があるので不適としています。ただこれも時期によるんよね。一概にこうやって言ってるけど、これがじゃあ例えば英単語帳やったら、最初買った瞬間に5割から7割分かってる英単語帳なんてほとんどないと思う。だって覚えてないから。もっと正答率低くなるし、4択の英文法の参考書とかでもそうやな、4択の英文法の参考書とかでも最初から5割から7割取れてる受験生なんていないから。だから一概に言えないんだけど、特に演習系で5割から7割ぐらいが取れてるものが適切であって、5割未満7割以上は5割未満だったらできなさすぎだし、7割以上だったらできすぎだから
適度な負荷がかかってない、負荷がかかりすぎ、適度な負荷がかかってないっていうことになり得るので、これは一つの基準にしてほしいなというふうに思います。はい、最後ですね、目的が明確か不明確か、これはですね、さっきの理由3でも言いましたけど、目的理解してないままいい参考書使ってもただの宝の持ち腐れになっちゃうから、だから自分がこれを参考書として、これ自分で勉強する中でこれをやった上で、自分は何ヶ月でやってどういう風になっていくのか、それは今の自分にとって必要なのか、志望校にとって必要なのかっていうのを毎回毎回確認しながらやってほしいです。これ言ったらマナビズムの自習コンサルティングっていう1週間に1回のサービスがあったら、これは何の目的でやってて、これが終わった後にこういう風になっとかないといけないから、だからこれをやってるんだよっていうセッションを毎週勉強法のセッションをするんで、そういうことは分かってないことってありえないんですけど、自分で勉強してたらありえるんです。てかめちゃくちゃあるんですよ。でそこでうまくいかなくなってる子がめっちゃ多いから、マナビズムは自習コンサルティングで週1回フォローしてるわけですね。勉強法とか勉強結果のフォローしてるわけです。だからもう戻りますけど、目的、なんでこれをやってるの、これをやった後に自分はどうなるのか、いつまでに終わらせるのかっていうのを明確にして、必ず最適な参考書選びをして、この3つに当てはまらないように勉強していってほしいなというふうに思います。でですね、しつこいかもしれないんですけど、マナビズムは今春季講習の真っ只中なんですね。で春季講習って受講した時からオンラインだったら1ヶ月、講習だったら2週間受けれるっていう、この春季講習のタイミングなんですけど、そこで全部今やってる参考書の目的、マナビズムは参考書学習だけじゃなくて映像授業であったり自習コンサルティングであったりっていうのを駆使して、参考書でやったこと本当に分かってるの、映像授業で先生が言ったことは自分にちゃんと習熟できるのっていうのも全部先生に説明できるように確認した上で次に進むっていう形になってます。それがあったら完成度がまちまちであるとか、目的理解しないままずっとやっちゃうとかっていう、その無駄な勉強がなくなるんですよ。でそれをオンラインだったら1ヶ月、校舎だったら2週間受けれるので、もし今の勉強のやり方が不安、これに陥ってそうっていう風になるんだったら、絶対に受講してください。いや本当にお願いします。夏もやるんですけど、夏来た子と春来た子やったら、それは春来た子の方が絶対受からせれるんですよ。でそういう僕たちの思いもありますけど、それってみんなを受かりたい気持ちは一緒じゃないですか。だからぜひね、これで間違ってても、なんで夏なっていう子本当多いんで、春のねこの春季講習のタイミングでぜひ受講していただけたらなというふうに思います。49,000円がですね、現在こちらの金額になってます。3月15日までの申し込みでこちらの金額になってますんで、必ずですねこの安い期間の間に、まずは1ヶ月もしくは2週間受講していただけたらというふうに思います。それでは今回の動画はここまでにしましょう。本当にね、間違いのない勉強をして必ず志望校に受かるぞという人は高評価、チャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。単館同率模試申し込み受付中、全科目映像解説付きで自宅からでも受講可能。申し込みは動画概要欄の URL をクリック。